いや、最いやっていうかね、最初ドロップは良かったの、ドロップは良かったの。ね、ドロップ良くて、4ターンぐらいしてからやっぱ様子がちょっとおかしかったんですよね。そう、4ターンね、1、2、3、4で、ちょっとこう、5、6、7ターンぐらいで、状況がね、ちょっと気持ちがちょっとうまくコントロールできなくなっちゃったね。ずっと心の中では、いや、見た目はこう見えなくなってノールだけど、こうシャドウとしてはね、そんなないって言ってるのに、ね、体が言うことを聞かない。止まっちゃう、うん、体が引けてターンできないね、うんうん、若干片車かあれ。いや、片車じゃないんですよね、あの斜面自体は。綺麗に落ちてるんですよ、うん、でもそこに行けなかった、うん、これもリベンジが必要なラインですよね。そうだね、うん、近年稀に見るダメさ。ちょっとね、へこむ。何が悪かったとかで全部が悪い。これ何時間かかってんのこれ。行動時間、え、今1時でしょ。7時間、昨日7時間だよ。今日7時間、今日も7時間、うん、14時間かけてのこの今の一撃だからね。でもうね、下に降りてきて見えなくなって、投げやりになって、ああって言ったらもう御根別さんの一撃食らいましたからね。両足をバンバンって掴まれて、もう私はスキーから離れ、宙を頭から雪に刺さるという。いやー、多分ドローンの方にも撮れてると思いますよ、いい絵が。結構引き合ったんだよね。あー、でもね、拡大すれば結構映ってると思う。いや、映ってますよ。で、完全に多分足宙に待ってますもん。スキーやってるはずなのに、あの両方のスキーブーツが見えるっていう。空中に両方のスキーブーツだけ見えるっていう。また来るからな、懲りねえからな、こんなんじゃ。来年もですか。来年もまた2月の最終週とかこの辺来るからな。記録残しちゃったよ、記録。絶対来るよ、これも。